じゃあこんにちは。はい、おめでとう。さあ、あ、そうです、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、さあ、もうね、去年も終わって今年シーズンもいよいよスタートと。クリスマスまだなんか引きずってますよ ね。まだ2021をどっか引きずってるような感じもするんですけど、どこよりも早く、はい、今年の展望をもう見ていこうと。まあそうだね、はい、うん、まあいろいろ補強とかね、いろいろありながら、はい、でまあ、昨年の成績、うん、まあ、成長度合い、そういうのを見ながら、はい、ちょっと1チームずつ、うん、縛りとしたら A クラスと B クラス、 A クラスと B クラス、はい、セットパートね、うん、ちょっと喋っていきたいと思いますが、なのでじゃあ今日はまず、はい、セ・リーグの去年の A チームの、はい、A チームじゃないですね、 A クラスの3チームまあ A チームね、いわゆる A チームですね。どんな何かあったか特にないですね。 B チームとかあったの、B チーム、C チームなかったと思うんですけれども、ね、じゃあまず、はい、今日はヤクルト、まあ、阪神、巨人を今年どうなるか見ていきたいんですが、じゃあまず、はい、優勝したヤクルトからいきましょうか。ヤクルトはやっぱ安定してきてるよね、うん、そうですね、安定してきてるのと、若手がまあさらなる成長をしたという、はい、でまあ、投手陣を見ていくと奥川、高橋、うん、これが右左のエースになってくれる年だと思うんだよね、はい、うん、ただ昨年ほどじゃあ中継ぎがいいかというと、やっぱ金属疲労が来るんじゃないかなっていう心配はある。中継ぎ陣がってことですか、うんうん、あの先発っていうのは、はい、あの奥川も高橋も、高橋もフルシーズン戦ってない、はい、奥川も中10日とかね、うん、間隔を十分空けて投げさせた、はい、だからまあ今年も俺はいいと思うんだよ、うん、ただ他の投手陣、まあ、特にやっぱ中継ぎとかね、清水とか、はい、そういったあたりがちょっと下手ってくるんじゃないかなっていう心配はしてる。ああ、だ清水投手、今野投手であったりとかってことですか、うん、それとオフシーズンが今年短かったでしょ、はい、だからそこら辺のその負担というか疲れが抜けきれてないと、うん、ちょっとヤクルトの方は苦しむかなという、うん、それと達成感があるんだよね、みんなに、はい、やっぱあれだけ その激しいつばぜり合いをひっくり返して日本一になったという、うん、で、まあ裕福になった、みんなが、うんうん、その気持ちをもう一度締めて優勝に向かわすっていうのは相当なパワーがいるんだよ、うん、だからここら辺を絶対大丈夫という合言葉でいけるかどうかだよね。そうですね、ま、多分大丈夫じゃないかなっていうような感じだと思うんだよ、スタートは、はい、優勝したチームっていうのは少し緩むっていうのは俺は仕方ないと思うんだよ、うん、だからそれだけその激動をね勝ち抜いたという、うん、そういう、 こう心の自信とそれに伴った私腹を肥やすものができた、うん、気が緩む、これはもう人間としてはね仕方ないと思うんだよね。そうですよね、だからここら辺がこう締まってくると、うん、まあ優勝のチャンスもあるよね、うんうん、やっぱりその投手陣ではやっぱり中継ぎ陣の金属疲労がどれだけこう回復しているかって、ね、あと後ろのそのマクガフ投手、うん、ちょっと不安定な精神面でね、うん、あったりもするんですけど、もうマクガフはマクガフでもちろん行くってことなんですか。まあまあそれもあるし、石山もまた返り咲くかもわからないし、だからそういう意味ではそこら辺は俺はあんまり心配してないんだけど、うん、やっぱフル回転をしていた清水だとか、はい、そういったあたりの人間が昨年ほどのパフォーマンスを出してくれるかっていうのは少し不安は残る。これ中継ぎ陣がやっぱりちょっと崩れてしまうと順位ももちろんこう下がってきてしまうってこともありますね。そりゃそうだよね。でも打順の方はそんなに塩見が一番であって、はい、うん、まあ、青木がまあ出たり入ったりするのかなと思いながら、はい、まあ、山田村上、まあ、ここら辺は鉄板だし、うん、まあ、そこを後ろに大打つオスナ、はい、まあ、サンタナカで中村がいてみたいな、はい、で昨年はやっぱこうある程度いい人間、調子のいい人間がこう集まっての打線だったと思うんだけど、うん、まあ、そこら辺で多少こう調子を崩す人間がいたら、じゃあ誰がこう差し替えになってくるんだとか、はい、まあ、そこら辺の層の厚さが問われる今シーズンになってくるよね、うん、そうですね、うん、ただ自信は大きいと思うよね、まあ、あの去年ね、うん、築き上げたもの、そう、それと村上のあの負けず嫌いがやっぱチームを鼓舞 し続けていくんじゃないかなっていう、うん、そういう期待もあるけどね。そうですね、はい、さあ続いて阪神です。はい、阪神の今年はどうでしょう。悪くないと思うよ。ただスワレスが抜けたよね、うん、そうなんです。だからその抑えの
抑えを誰にするのかっていうまず一つのテーマがあるよね、はい、なんか抑えのピッチャーって外国から取ったんですけど、うん、それがどう働くか、ね、いやそうなんだよ、うん、だから取るのは取るんだよ、はい、でもスアレスほどの安定感があるかっていうとさ、はい、まだこれは分からないよ。だからスアレスってね160キロを投げながらコースを狙えるピッチャーだったんだよ、はい、それはね160キロがコースにパチンって決まった打てないよ。そうですよね。いや本当に、うん、だからそれだけこう安定感があってね、はい、まあ、そこら辺のピッチャーから逆算できたんだよね、うん、7回が誰を投げるんだとか言ってたけど結局スアレスがいるから大丈夫だっていうことになるわけよね、はい、抑えがいなくなったとしたら、うん、やっぱ7回も心配だし、はい、うんっていうことになるんだよね、うん、まあ、先発はある程度いいとしても、はい、投手陣の中では不安はこう拭いされてないよ ね、 そうね。だからヤクルトは中継ぎ陣に対して阪神はやっぱその後ろの守護神っていうところですよ ね、 そ、 ね、まあ、それと毎年言うように守備ね、はいはい、エラーが多いという、まあ、やっぱりクライマックスシリーズも昨年のね、うん、まあ、エラーで失ったみたいなところもあるし、はい、優勝するにはそこら辺が全て改善されなくてもいいけど多少改善されていかないとさ、はい、やっぱ苦しむだろうなって思うよね、うん、で昨年ほどピッチャーがじゃあいいかっていうとさ、まあ、スアレスが抜けたりとかしててそこまでっていうふうに考えると、うん、やっぱしっかり守ることも考えてあげなきゃいけないしね、うん、楽しみな選手はたくさんいるんだよ、はい、まあ、佐藤の成長であったり中野の成長であったりだとかさ、うん、井上の成長であったりだとか、はい、まあ、西とかねピッチャーで言えば、うん、まあ、いろんな選手、いい選手がたくさんいるだけに成長してほしいなと思うよね。そうですよね、3人ってことですよね、うん、だから、まあ、そこら辺でやっぱ一つのやっぱチームの課題はみんなで克服していく、うん、やっぱ守備という面においては、はい、まあ、最新の注意を払いながら、うん、やっぱこう作っていってチームを作っていってほしいなと思うよね。そうですね、特に甲子園で戦ってるだけにそうですよね。いやもったいないんでね、うん、甲子園っていうのは、はい、まあ、土のグラウンドだしそれは確かにエラーが出ることはもう分かってんだよ、はい、でも、うん、やっぱこう減らしていかないとさ、はい、これはどうしようもないよね。そうです、どうしようもならん、うん、はい、それとやっぱキャッチャー梅野が残ってくれた、はい、FA で、うん、ただキャプテン坂本になる、うん、この辺はだからここら辺をどうやる監督が、はい、どう使っていくのかね。そうですよね。で最後のもう主戦は坂本だったからね、はい、梅ちゃんじゃなくなってたから、うん、だからそこら辺の、まあ、争いも見ものだし、はい、楽しみに見たいよ ね、 ですね。あとバッター陣ではどうですか、まあ、サンズは抜けましたけれども、うん、まあね、こうずらっと見てやっぱいい選手いるよ。井上なんか早く見たいしさ、うん、佐藤のホームラン王争いも見たいし、はい、まあ今年は昨年60打席ヒットがなかったみたいなことは多分ないと思うんだよね、はい、まあ、それなりの成長も遂げてくれると思うしね。だからバッター陣はすごく楽しみだよ。おお、そうなんですね、うんうんうん、ただやっぱり優勝するには全試合任せられる4番をやっぱ作らなきゃいけないね。今の段階だとやっぱりその大山選手だけどまだちょっと不安、なんか心もとないというかなんか、まあそうだね、ちょっと調子の波っていう。だからヤクルトがやっぱり優勝できた、で今年もなんとなくこう崩れないんじゃないかなっていうのはやっぱり4番村上っていうのはもう決まってるからさ、はい、じゃあ阪神の4番って誰なんだっていうとさ、うんうん、大山なのかな、でも今年打ったら佐藤じゃないかとか、はい、まあ、そういう声が聞こえるように柱がないんだよね打線に、はい、うん、いい打線だよ、はい、だから近本がいたりとか中野がいたりとか、うん、2人とも盗塁を取れるだけの脚力があってみたいな、はい、でクリーンナップを組んだ時にじゃあ誰が4番なんだって言った時にやっぱその軸、打線の軸を作らないと、はい、うん、ちょっと苦しいかなっていう。そうですね、うん、フルシーズン通して4番をずっと張れる選手は、ね、っていうことですね、うん、でも本当にいい選手はいる、はい、うん、だからそこら辺の我慢とか、はい、まあ、そういうことを強いられるのかなと思うよね。作らなきゃどうしようもない、そうです、ね、やっぱ争いに加われない、うん、まあ、争いに昨年は加わったけど、はい、落ちてしまうというね。そういう風になっていってしまうということですもんね、うん、そうそうそう。さあ、そして巨人です、はい、
巨人は豊さん、今シーズンどうでしょう、まあ、昨シーズンは、ね、非常に苦しい戦いでしたけど、巨人はね、珍しく、あんまり、はい、補強しなかったんだよね。そうなんですよ。そう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 、補強しない代わりに、はい、やっぱ底上げっていうのを狙ってたと思うんだよ、でピッチャーにしたら戸郷もそうだし、戸郷2年連続もう9勝止まり、あと一歩で10勝なのにって、その壁を越えさすために今年あるしね、で、まあ、畑もいいし、高橋も、もっと勝てるような、安定して勝てるようなピッチャーにならなきゃいけないし、だから選手は俺はいると思うんだよね、やっぱ底上げなんだよね、はい、まあ、例えばその野手にしてみれば吉川直樹の底上げだったり、まあ、松原ももう少し得点圏で打たなきゃいけなかったりだとか、いろんな課題はありながら、それをやっぱ責任を持たせて、克服していくという、まあ、そのだから、まあ、西川の話もあったけども、多分降りたと思うんだよね。その底上げっていうものをこう軸にしようと考えたから、で梶谷が手術を開けて、まあ、いつ頃戻ってくるのか、まあ、もう開幕から戻ってきてくれるとさ、まあ、心強いけど、だからジャイアンツは俺は安定した戦い方は俺はできると思うよ。あ、そうなんですね、うん、去年はね非常にあれでしたけれども、いや去年はさ外国人軒並み帰るってそうなんですよ、最後蓋開けたらあれ、だけど今まで残ってた外国人は残るっていうこと、でも残るっていうことはまあ年々慣れていくしね、外国人も、だからそれ自分のパフォーマンス持ってる最大のパフォーマンスを出せるようにはなってきてるから、俺はジャイアンツは今年は強いと思う。昨年みたいにバタバタすることはないと思う。今年途中で例えばまた外国人取ったりとか、シーズン始まる前に取ったりっていう可能性はゼロではないんですか？まあ、ゼロではないけども、そういう必要性が多分ないぐらいに俺は安定して戦っていくと思う。じゃあ今挙げたそのヤクルト、阪神、巨人、昨年の A チーム、A クラスですけど、この中だとどこが一番ちょっと行きたい？ヤクルトはうまく優勝をかっさらっていったという、で阪神、巨人がちょっともたついた、その感激を塗ってスポーンと頭一歩リードして、それを逃げ切ったという、これもチーム力とチームの輪だったよね、で阪神は優勝が目の前手に届くところにあったのにすり落ちてしまったという、ね、で巨人はこの 2チームから考えると、あんなチームがボロボロになって A クラスよく死守したなっていう、そこの底力は俺は巨人が持ってると思うんだよ、だから3チームの中でどこが有利かっていうと、巨人だと思う。なるほど、やっぱ大人のチームだね。違うんですね、ちょっと違う。それとやっぱ坂本というリーダー、まあ、ヤクルトは青木、まあ、山田、村上ね、いるけども、やっぱ村上が本当にリーダーとして君臨するようになったら本当に強いチームになるかもわからない。だから もうちょっと数年っていう、いや青木でもいいんだよ、別に山田でもいいんだけどさ、強烈なやっぱインパクトを残すのは村上だから、だからここら辺がやっぱこう自分のチームだ、そうなった時に強さを発揮するし、阪神にやっぱその大山にその強さが欲しいな。4番にですね、4番に座ってほしいし、そういうリーダー的な存在であってほしいというね、今阪神のリーダーだって聞かれたら、って思うでしょ。そうですね、山ちょっといないんだよ、だから大山がなるのか、もう近本が強烈なことをやってやるのか、ね、まあ、そういうところなんだと思うけども、だから4番は巨人は決まってて、坂本はリーダーとして君臨してるという、ね、だからまあ今年も面白いよ。そうですね、A クラスを見ただけでも面白いからね。そうですね、はい、ということで今日はヤクルト、阪神、巨人の今シーズンの展望を見ていきました。